私たちが構造士に長居していた間に大木様が軍を出したようですね。風言はその言葉に従うとは思えない。ああ、軽言将軍が軍の指揮を大木に任せたのであれば、彼女が木さんの結果を頼りに行動することも分かっていたはずだ。運気軍についていかなくてよかった。戦争と冒険は違うもん。死体があちこちに。うちこういうの苦手。ご冗談を。この程度大したことではありませんよ。数百年前、とある北条の司令が剣木を奪うために軍を率いてラフに攻め入ったことがありました。その戦争では半数の同点が崩れ、ほとんどの運気軍が殺されてしまった。このような過去は長命主たる我々にとっては歴史とすら呼べない。昨日の出来事と言っても過言ではありません。それに比べれば眼下の衝突など子供のままごとに過ぎませんよ。それちっとも慰めになってないんですけど。この一戦、大木は勝てたかどうか。安全を考えて引き分けだったと言っておきましょう。もう試合じゃないんだから。運気軍はあんまり倒れてないし、きっと泉州が勝ったんだよ。いや、そうとは限らない。行軍が成功したのであれば、通常なら拠点や部隊を残して後処理の手配をするはずだ。しかしここには該当するものが見当たらない。周囲を調べてみよう。何か手がかりがあるかもしれない。あそこに人がいる。ここまだ生きてる人が。あら、運気軍じゃない。こんなところで何をしているの。ここは危険だわ。俺たちは将軍が派遣した援軍だ。すまないが、他の人たちがどこにいるのか教えてくれないか。短命主にまで助けを求めるなんて、軽言は本当に人手不足みたいね。早く逃げろ。こいつは薬王秘伝の人間だ。うるさいわね。その体が治ればお前も薬王秘伝の一員だというのに。奴らを逃がさないで。いい子だからできるでしょ。早くここを離れろ。我に従え。どんな隙も見逃さない。もう我に力を。制御できなくなる。泉州に来た理由は何？長命を求めるため。軽減の顔を見るまでもないわ。薬王秘伝が我に力を。うん、平気よ。おやすみ。受け止めきれるかな。剣よ、我に従え。避けられない一戦。我に力を。手の施しようがないわね。お薬の時間よ。助かった、ありがとう。もう少し頑張って。すぐ救援を。いや、無駄だ。俺は奴に転化させられた。もうすぐ早く ここを離れろ。大木の人間なら この先に。行こう。これまで潜伏していた薬王秘伝が姿を現すとは。
大木様はこのことも見通していたのでしょうか。薬王秘伝は儒家の王薬師を信仰する泉州の大敵、同盟は数千年もの間この組織の壊滅を目指してきましたが、今日まで実現できておりません。この時期に彼らが現れたのはきっと偶然ではないでしょう。何者だ、雷威を明かせ。ん、待て、お前たちは。失礼しました、外は危険ですのでどうぞ中へお入りください。うちらのことを知ってるの？将軍様が招かれた客人ですよね。大木様が皆さんの来訪を占い、ここで待つようにと指示を出されたんです。風源はここにいたの？はい、大木様はここに軍を駐留させた後、石膏を連れて前方へ向かわれました。長年影を潜めていた薬王秘伝が現れたと聞いて、みんなビクビクしていたところでして、皆さんを迎えられてよかった。皆さんが来なければ運気軍も進軍しないと大木様がおっしゃっていましたので、大木様が戻られるまでどうか陣内でお待ちください。運気軍が駐留したまま進軍しないとは、どうやら楽観視できる状況ではないようだ。薬王秘伝、この名前は聞いたことがある。泉州の内部に潜んで同盟の転覆を目論む北条の勢力だったと記憶しているが、性格は確かに北条と関連する異像を引き起こした。まさか薬王秘伝はそれで偽装を諦めたのか。いや、運気軍の主力は少しも被害を受けていない。おそらく俺たちの知らないところで何かが起きているのだろう。大木がいないのなら仕方ない、拠点内の運気軍に話を聞いてみよう。では恩人様たちは拠点を見て回ってみてください。私は少し休ませていただきます。手短に頼む、戦況が逼迫していて雑談に気を取られている場合ではないんだ。状況はどうですか？大木様の軍令により我々は数時間前にここを攻略した。今回の敵が儒家の王に仕える薬王秘伝であることを知ったのはその時だ。最初は全てが順調だった。薬王秘伝の変人たちも奴らが操っていた異獣も俺たちの敵ではなかった。しかししばらくすると急に軍の仲間たちが敵味方の区別なく無差別に人を襲うようになって、負傷して部隊に戻れなかった戦士がいる。報告に感謝する、すぐに人を派遣しよう。泉州人は魔恩の実を人前にさらすことを意味嫌っている。何しろ魔恩の実とは人の実であることを諦め、長命の血に潜む忌み物に敗北したという意味であり、帝宮の教えにも背くことになるからな。薬王秘伝の所業は同盟の民たちが最も厭う卑劣な行為だ。帝宮に誓って必ず同胞たちの仇を討ってみせる。話が聞きたい？いいけど、そばで傍聴させてもらうよ。ここでの会話は供述書に記録することになっているんだ。やっと話し相手ができた。堅苦しい運気君が相手だとつまらなくてな。アボーティー性格。あの光る種のことか？それなら見たことがある。とても綺麗だった。中を見ていると声が聞こえてくるんだ。ねえ、カカリアのこと覚えてる？あれで剣木をよみがえらせると海主が言った時は信じられなかったが、何しろあんなに多くの努力を重ね
断命種が何度も代替わりするほどの時間を費やしたのに、ちっとも蘇る気配を見せなかった剣木だ。だが、これではっきりした。アイオンの力のみが神の御業を再現できる。そう、その通りだ。偉大なる役を北条よ。剣木については、ああ、お前も見たのか、剣木が蘇る様の。なんと神々しいことか。長命主さえ思い出せない神下ろしの時代、薬王北条は剣木をラフに授けた。この神木の力によって人類は数えきれないほどの奇跡を成し遂げたのだ。即上も木務官も自在王神も。それなのに恨めしい要求が全てを台無しにした。真実を隠蔽して薬王の功績を無に返したのだ。しかし、時期に我々は神下ろしの時代の繁華に戻ることができる。俺たちと共に戦っていた異獣を見ただろう。あれは剣木のささやかな恩恵に過ぎない。もう口を閉じろ、ザレ言ばかり言うドブネズミが。お前たちを待つのは運気軍の審判のみだ。この雲木軍団に何をしたのですか。何をしたかって、同胞たちを治してやったまでだ。貧弱な血肉に囚われてさぞ苦しんでいたことだろう。こいつ、今すぐ切り伏せてやりたい。ああ、お前たちにはわからない、短命種にはわからないさ。魔恩の実、あれは薬王が授けた第二の命だ。画集を消し去り、戦隊をなせ、自由自在の命を実現するのだ。お前の目に力への渇望を見たぞ。人生は苦しく短い、そうだろう。俺がお前を、お前を。こいつの光源に惑わされるなよ。カラカットだけじゃないか、お偉いさん。北条の祝福がなければ短命種は変化に耐えられない。もう質問はありません。大木様、お戻りになられたのですね。お前たち待たせたわね。薬王秘伝が何を企んでいるのか分かったわ。なぜ薬王秘伝のことをもっと早く教えてくれなかったのですか。悪かったわね。機密保持のために薬王秘伝の情報は私と将軍の間で止めていたの。あれは同盟の転覆を目論む謎の組織、ずっと影に潜んでいたけれど、今回の性格事件でようやく尻尾を出した。そしてこの最悪も彼らと並々ならぬ関係がある。戦況が思わしくないにもかかわらず、自ら先頭に立ち敵情を視察する君の度胸、感服した。褒めても何も出ないわよ。元より牧さんは牧者が自ら得た情報で演算してこそ正しい結果に近づくのだから。待ちなさい。今戦況が思わしくないと言った？薬王秘伝が長年の歳月をかけて計画を企て思わぬ手段を講じてきたのは間違いないけれど、劣勢を強いられているわけではないわ。勘違いしないで。これは我々がこの戦いに参加するための序章なのだろうか。ふん、気が利くじゃない。おお、
大木との付き合いが長くなってきたおかげで、こっちも未来を予知できるようになってる。それで今回は何をさせるつもりなの？まさか先頭に立たせて運気軍と一緒に敵陣に突撃させるとか？行かない行かない、うち戦場で酔っちゃうタイプだから。はあ、誰も戦場に行けなんて言ってないでしょ。あれ違った？将軍が言ったように、お前たちは縁に導かれてやってきた騎兵。運気軍の強行はいわば成功法。木を照らうのはこれからよ。さあこちらへ。剣木を賜った後、探偵士はラフで最も重要な師となった。何しろ全ての先囚人を長命手に変えたのも剣木でも、探士たちが現状に満足することはなく、やがて命をもてあそぶようになった。剣木の研究は喉のか行商に見るは夢の中の夢、変化は心外心に集いて散る。お前たち、あれが見える？大きな炭炉ですね。もくもくと煙が立ち上っています。あれは古の時代、炭士たちが先導を極めた場所。あそこで炭炉を築き上げ、剣木の力を吸い取り、奇想を現実のものにした。炉の煙が絶えないことから運火シフと呼ばれているが、風情のある名前に聞こえるけれど、あそこは兵法上の死地。炭炉が消え運火がなくならない以上、近づくこともできない。あれが運気軍が魔音に落ちた原因なのか。いかにも薬王秘伝は、各動天を漂う煙の中に魔音の実を誘発させる炭薬を仕込んだの。煙を散らさない限り運気軍は戦わずして負けることになる。自分の隣にいる仲間がいつ魔音の実に落ちるかわからない。軍の士気を下げるのに疑心暗鬼は最高の手段でしょ。運気軍を進軍させたように見せかけ、相手の注意を引き、俺たちは炭炉に向かい煙を止める。そういう算段か。ええ、100年も潜伏していた薬王秘伝が姿を現したのは、自分たちに勝算があると踏んだからでしょう。でも何を企んでいるにしろ、奴らが想定した相手は運気軍であり、お前たちではない。つまりお前たちに対しては何の備えもないということ。北シアンとビディア柄に試してみてはいかがでしょうか。魔音の実を誤解しているようだけど、あれは人類だけに作用する呪いではないの。古族が魔音に落ちにくいのは、長命種でも無限に生きられる種族ではないからよ。そして寿命族は脱輪によって前世を捨てることができる。落ちにくいというだけで、どの長命種にとっても魔音の実が脅威ということは変わらない。でも薬王秘伝の連中も、将軍が外部に援軍を求めるとは考えないでしょう。それなら当然短命種に対抗する策も用意していないはずよ。軽減将軍の言う騎兵とはこういうことだったのか。妄言を言うつもりはないけれど、正確ハンターの予言の方が私の牧さんより正確であることは間違いないわ。カフカが求める未来が一つ一つ現実になっている。彼らの予測に従って行動したくない。私も他人の言いなりになりたくはないわ。でも人は運命の道を一人で歩んでいるわけではないし、あらゆる束縛を受けることも避けられない。人々の選択は己を作り上げるだけでなく、
共に歩む人たちの背中を押しているものなの。大木の職務は基地を追い今日を避けること。私は自分の選択でラフを最悪の未来に向かわせたくはない。話が逸れてしまったけれど、要するに何の影響も受けずに炭炉を消すことはお前たちにしかできないの。どう？やってくれるかしら？わかった。今回はお願いがなかったけど、うちらにしかできないことだもんね。あんたも幼児ちゃんもそう思うでしょ？煙が消えたらすぐに駆けつけると約束する。決してお前たちを孤軍奮闘させたりしないわ。炭炉が消えてしまった。問題ありません。来るべきものが訪れたまで。お前だったの、タンス。お会いできて光栄です、大木様。あまり驚いていらっしゃらないようですね。ふん、薬王秘伝が探偵使に隠れていることは将軍も私も知っていたわ。ただ確たる証拠がなければ六氏を審判することはできないから、お前自ら飛び出してくるのを待っていただけ。ちょうどよかったかもしれないわね。性格の邪推を泉州に引き入れ、剣木をよみがえらせた上、人々を魔音の身に貶めた。これらの大罪すべて獣王氏に清算してもらいましょう。大罪？私が罪を犯したというのなら、泉州の祖先たちも大罪人ではありませんか。北条の賜物を受け子孫たちを長命主にしたのは彼らなのだから。薬王秘伝はただ彼らが歩んできた道をたどり、さらなる調達を求めたに過ぎません。それに何の罪があるというのでしょう。その時剣木の根は泉州ラフを包み込み、まるで生きているかのようでした。我々は政界において他の追随を許さない存在になった。全ての人々が得道して仙人となり、自由自在に変化することができたのです。北条の賜物が九曹の泉州に降臨する、なんと輝かしい時代だったことか。それに比べて今の泉州のありさまを見てください。要求に惑わされ、北条の民によって幾度も途端の苦しみを味わってきました。その上獣王氏には長命を諦めることを強要されている。ああ嘆かわしい。無知を責めるつもりはありません。私たちは剣木が誕生した時代に生まれ、その奇跡を見届けたわけではありませんから。しかしまだ機会はある。今から個性を取り戻して。ふん、どんなご考説を持ち出すのかと思えば、力を求めるだのなんだのとありきたりな言葉ばかりじゃない。泉州の祖先たちが帝宮と共に戦い、獣王氏を設立して生死を定めたのは、再び人間として生きようとしたからよ。仙人？泉州に仙人などいない。北条の御業も生死を操ることも、お前たちのしていることは人ならざる外道の所業に過ぎないわ。お話になりませんね、大木様。あなた様は選択をなさった。力を諦めるという選択を。そしてそれはとても愚かな選択であると言わざるを得ません。
仙人たちが成したこと、もう一度お見せしましょう。ケイン、我に従え。小手調べは終わりだよ。番犬天雷。慈悲深き役王よ、我が元へ。剣義援のことし。おやすみ。なんだ。我に力を。宝剣たち行け。巻きつけ。私は失敗した。槍先に火を。炎の槍を断ち切れ。なぜなの。彼女は確かに剣幕は降臨する。不朽の聖句を携えて性格を授けた者がそう言っていた。剣道百王秘伝は成し遂げました。絶滅大君も約束を果たしなさい。今ここで。あらあら、どうして私の手を汚させようとするのでしょう。これでは私の壊滅の美学に背いてしまうではありませんか。虫けらが。選手を内部から解体するには他の手を考えなければならないようですね。はあ、残念。もっと観察したかったのに。王城の恩恵を受けたんですもの。壊滅の祝福に耐えられるのも当然だろ。恩人の皆様、改めて自己紹介させてもらう。こそは絶滅大君元老。こたびこの地へ訪れたのはこの青州に混沌を呼び自ら滅びへの道を歩ませるため。我に従え。テウンがレギオンの絶滅大君。一体どういうこと。小手調べは終わりだよ。落ち着きなさい。大敵を前に心を乱してはダメ。手の施しようがないわね。槍先に火を。炎の槍を断ち切れ。おやすみ。厄介な連中。剣、俺に従え。先週に目をつけたのが風炎でも聖書でもなかったことに感謝するがいい。小手調べは終わった。番犬天雷。わらわは自らの手で怪物を作り出すのが嫌いなのだ。我に力を。あの将軍はよほどわらわを舞台に上がらせたかったらしい。そこまで期待されては仕方がない。拙いものだが披露させてもらおう。その時間だ。この役者どもと心ゆくまで楽しむがよい。
り、今までうちらと一緒に行動してた帝運はレギオンの人間だったってこと？さっき帝運の体から出た炎は何？帝運の体は、あの子の体はどこに行っちゃったの？幼児ちゃん、幼児ちゃんなら何か知らない？さっきは何が起こったの？ヤンさん。あの炎は絶滅大君元老を自称した。この名前は以前他の七死人から聞いたことがある。彼女はナヌークの機関にして七大君の一人、凡人の自滅に執着していて、多くの生命が彼女に誘われ未来永劫の深淵に落ちていった。それはつまり、あの天白氏の娘は元老に惑わされてレギオンの手先になったということ？いや、それはわからない。元老は精神と物質双方の壊滅を、心の崩壊による肉体の滅亡を好んでいる。だがテイウンさんの言動は惑わされたり操られたりしているようには見えなかった。もしあれが本物のテイウンさんでないとすれば、元老が化けていた可能性が高い。つまりテイウンは。幼児ちゃん、それってつまり本物のテイウンは。すまないなのか、まだはっきりとしたことは言えない。本物のテイウンさんがどこにいるのか、いつすり替わったのか、あの体が消えてしまった以上俺たちに調べる術はないんだ。これはあくまで個人的な推測と希望だが、もしあれがテイウンさんだとしたら、わざわざ元老が証拠を破壊する理由がない。亡骸を敵の前に投げ捨てた方が彼女の壊滅の美学にふさわしいからな。そう考えると、俺たちの混乱と猜疑心を煽り自分の毒策にはまるよう仕向けることこそ元老の真の目的なのかもしれない。なるほど。薬王秘伝が反乱を起こしたのもレギオンの大君と裏で手を組んでいたからなのね。奴は先囚人の姿に化けて性格をラフに持ち込み、私たちを自滅させようとした。奴の狙いは剣木に違いないわ。剣木に手を加えることはラフの根源を奪うようなもの。そうすれば容易に先囚を覆滅できるでしょうね。もう時間がない。急いで奴を止めるわよ。精査に乗って、すぐ前に見えるのが剣木を封印している同点林縁橋よ。さあ出発しましょう。先囚人の姿に化けて私たちを愚弄していたなんて、本当に忌々しい。何より心配なのは、この先囚にあとどれだけの反物質レギオンが潜んでいるのかわからないことね。ティンユンのこと。もう急展開すぎて何が何だか。でも幼児ちゃんの言った通り、よく考えると天運には怪しいところがあった気がする。特に北条の造物に異常な興味を持ってたりとか。天白氏が派遣した施設なら天運という人物が実在することは間違いないでしょう。安心して、彼女の行方は運気軍に探させるから。私たちの前に現れた帝運は、あの悪辣さと残忍さを見るに、ベルトの推測通り、きっと私たちを混乱させたかったんでしょうね。彼女の罠にはまるわけにはいかないわ。についてウロコフチ酒井。あれは、寿命族が管理していた同点で、寿命族の故郷から移植された。誤解の継承地だと言われているわ。大戦で剣木が折られてからも剣木の根は伸び続けていた。本当に枯れたわけではなかったのよ。そこで同盟は剣木を林縁橋に封じ込め、竜の血族である寿命の力を借りて制御しようと
寿命族の竜尊に代々剣木を見守る使命を与えた。かなり時間が経っているから、その封印が今も残っているかどうかはわからない。残っていたとしても、あの悪霊のような絶滅大君を止めることはできないでしょうね。軽減はどこですか？さっき神速府に元凶を報告したけれど、旧館の陣で話して以来、将軍とは連絡が取れていないの。確か、こちらから出向かなければならないことがあると言っていたわね。気球存亡の時である今、将軍を信じるしかない。時間こそが重要なのです。行きましょう。ここは教会を探索する鱗淵境。へえ、無口くん詳しいんだね。うん、探偵士で間違いなさそう。途中で途切れ途切れの命令が届いたけど、運気軍をここに集結させるっていう内容だった。きっと性格の問題を解決するためだろうね。ここまで来てついに運気軍の影が見えてきた。ようやくタイに戻れるね。私は嘘をついてなかったでしょ。安全な場所に案内するって言った以上、絶対に案内してみせる。うん、ちょっと遠回りしたけど。聖査会に行く前に、とある牧者に今回の旅の運勢を占ってもらったんだ。彼はこう言っていた。従うのみ。行く先を気にせず、流れに身を任せれば得るものがあるとね。え？どういう意味？つまり、お嬢さんに礼を言っているんだよ。あ、そう。じゃあ、私は長官のところに報告に行ってくるね。あんたたちは、この辺りを見て回ってなよ。でも、後で運気軍が護送に来るから、あんまり遠くには行かないように。縁があったら、また会おう。一向に通信がつながらない。あいつらに何があったのかさえわからない。運気軍は性格のために兵力を集めているようだが、カフカが俺たちをおびき寄せた理由は何だ？あいつらは、ジンは今どうなっている？時間を無駄にしすぎた。情報が必要だ。二人には悪いが、俺は仲間たちと合流しなければならない。ここまで世話になった。大きなこの間。この耐震堤は我ら寿命族の運銀の術で駆動しています。湖海の水を飲み、クジラが虹を吸い込むように丹薬を練り上げているのです。寿命が協力して作った炭炉には、その全てに運輪の術がかけられております。さあ若様、御身で感じてみてください。世はからくりに頼らずとも水を操れる。感じたところで何の意味があるというのだ。若様は選ばれし者、資質で言えば当然秀逸だと言えるでしょう。しかし運銀の術は基本となるもの。寿命族の神鋭、過去の影は
まだ消えていないのか。この記憶は、いや、もう俺には関係のないことだ。みんな、あんたは神竜の生まれ変わりだって言ってるけど、本当なの？ふん。竜、今の俺は先週から追放された身。もう不朽の竜の血族ではない。あなた様が一人前になられるところをこの目で見届けたかったのですが、悲しむことはありません。寿命は消滅を繰り返しこの世に存在し続けるのですから。あなた様が竜尊になられた頃には私も幼児に転生していることでしょう。その時はどうか温かく接してやってくださいませ。このみなぎる力、あなた様は、ああ、竜尊様がお戻りになられたのですね。臨炎境で恐ろしいことが起きております。これ以上先に進んではなりません。あなた様の敵が待ち受けているのです。すまないが、ここに留まるわけにはいかない。すでに俺の仲間たちがここを離れた。早く彼らに追いつかなければならないんだ。あなた様は相変わらず害を通されるのですね。私どもの話を聞こうともせずに、まるであの時と同じように。かしこまりました。臨炎峡への船は岸辺にありますので、そちらにお乗りください。ええ、時間通りね。あの感情が湧き上がってくるのを感じるぞ、カフカ。そうだ、この感覚だ。それなら解き放ちましょう、魔音の実を。よく来たな。今こそ代価を支払う時だ。姿を変えれば逃げられると思ったか。逃がさんぞ。お前にもその女にも何度も言ったはずだ。俺は炭鉱だと。炭鉱はお前たちの過去と何の関係もない。炭鉱。見た目を変え、身分を変えれば過去の罪をなかったことにできると思ったら大間違いだ。貴様はまだ死を経験していない。あの苦痛を味わわせてやる、炭鉱。貴様に死の苦痛をな。それはダメだよ。君は今日ここで誰も殺せない。指名手配犯、君には僕と一緒に来てもらう。軽減についている小僧か。奴は時期の見極め方を教えなかったようだな。ねえ、君は離れた方がいいよ。もし戦いに巻き込まれたら。あれ、君の顔どこかで見たことがあるような。
気をつけろ。無駄だ。その正体を表せ。やめろ。よくも。小僧、教えてやる。そこにいるのは銃の悪逆を犯すし、戦士を裏切り大乱を起こし、衛星に追放された寿命の竜族陰月君だ。泉州に潜り込んだのがハンターだけだと思ったか。ならばどちらも捕らえて将軍に裁いてもらうまで。この悪名は聞いたことがあるよ、陰月君。まさか性格ハンターだけでなく重罪人が一人泉州に潜り込んでいるとは。騒ぎを起こすつもりはない。泉州に来たのは友人の安否を確認するためだ。弁解は優秀国に入ってから聞かせてもらおうか。ならばどいてもらうぞ。いいぞ、こうでなくてはな。陰月よ、友人との再会はもう叶わぬかもしれんぞ。奴らも今頃苦戦しているだろう。黙れ、君も行く。いいだろう、ならもう少し盛り上げようじゃないか。なあカフカ。ええ、そうしましょう。聞いてジンちゃん、束縛を解くのよ。さあ行くぞ。避難早々。いい加減降伏しろ。やっ、まさかガキが相手だから手を下せない。無事などもね。美月たちの方はどうなっている？早く終わらせなければ。なっ、二人とも手強いね。となるとこの技で足止めするしかないかな。その剣、見覚えがある。あの女に教わったか。ならば貴様には死んでもらう。これ以上時間を取られるわけには。ことを荒立てるのは本意ではないが、他に方法がないような。すまない、すまない。ああ、期待に応えられなく。僕はまだ戦える。はい、そこまで。みんな聞いて、もうやめなさい。どう、じんちゃん、満足した？何をした？これから登場する御仁を迎えるためのちょっとした準備ってところかしら。ラフの将軍様の前でジンちゃんや君たちが笑い草になったら困るもの。ケイゲン将軍。
二人が久々に帰ってきたというのに、何とも気まずい場面になっているようだ。旧友を懐かしく思うのであれば、もっと早く知らせてくれてもよかったんじゃないか。俺のやるべきことはもう終わった。ああ、そうだろうとも。君たちは以前、泉州を助けてくれた。わずかな助力だったとはいえ、感謝しているんだ。この者を連れて行く。今回は見なかったことにしよう。将軍、僕は。今はそんなことを言っている場合ではない。久しぶりだな、古き友よ。俺は彼じゃない。ああ、すまない。まだ行かせるわけにはいかない。列車の友人たちが林縁橋で君を待っているんだ。私と一緒に彼らに会いに行こう。月照らす湖海、妙境に勝る。林縁橋の景色は以前見た時と変わらないというのに、再びここに立つ君と私はもう違う。たとえ肉体が滅びぬ長命種だとしても、天地の普遍と並ぶことはできないか。将軍は寿命族の輪廻転生を知っているはずだ。古海の水はすでに丹風の罪を洗い流している。かつて将軍とここに立った者はもういない。俺の名は丹光だ。あの丹風が英雄だろうと咎人だろうと俺とは関係ない。俺はもう彼の刑罰を受け、永遠の追放を受けた。これに対して文句を言うつもりはない。ただ将軍には過去の残影を捨ててみてほしい。はあ、昔のことを語ると濁った水をかき混ぜるかのように不快感がよみがえってくるよ。おそらく君のその見た目が、竜の角が、竜尊の気質が二人の姿を結びつけているのだろうね。だから言って。ああ、聞こえているよ。聞こえてはいるが、それが何だと言うんだい。たった一言や二言で周りの態度を変えられるのであれば、この世に紛争は起きない。丹風として見ないでほしいと言ったか。いいだろう。だがその代わり、あることをやってもらいたい。丹風として最後に一度手を貸してほしい。それが終わったら彼の死を認め、君への追放令も撤回しよう。約束だ。その後、少なくともラフでは君は誰の影でもなくなる。丹風にできたことが俺にもできるとは限らない。できないなら約束はなしだね。君の前世を恨め。彼があんな馬鹿げたことをしなかったら、気流の力が完全に残っていたら、こうして君に迫る必要もなかったというのに。再びここに立つ君と私は違っていると、私はさっきそう言ったね。丹風はいなくなり、丹光だけが残っている。私も今はただのラフ将軍でしかない。やらざるを得ないことがあるのだよ。さてと、明るい話題に変えよう。君が列車で作った友人たちが今近くにいるのだが、彼らに会いたいと思わないかい。彼女に、美月やベルトさんが、あいつらをここに連れてきたのか。
ああ、この先の賢竜大油田で待っているよ。行こう、君の友人たちが待っている。宝鐘の忌み物を警戒し、性格ハンターを警戒し、薬王秘伝を警戒してきたが、まさか半物質レギオンだったとは。巡視の最中に下道どもと戦うことになるか。この一戦を経た後、ラフの存亡に関わらず、同盟はレギオンを不遇大天の敵とみなすだろう。これまでレギオンが同盟にちょっかいを出すことはなかった。情報によると、狂った戦争機会が集まる軍団だとか。油断したよ。七体君それぞれが鮮やかな個性を持つとはね。これは参った。大君元老は物事を内部から崩壊させるのを好んでいる。だから性格の災いを計画し、薬王秘伝を水面に出させた。だが今やその陰謀は暴かれ、彼女は自ら舞台に立つしかない。いや違う、これは彼女の壊滅美学に背いているな。きっとまだ気づいていない何かがあるはずだ。知っているかい、タンフーが犯した罪に対して獣王氏は君を滅するべきだと強く主張したんだよ。そして寿命族の方は半々。ケリューの伝承が半分しか完成していなかったからね。寿命族の長老は君を憎んでいたが、殺す勇気はなかったんだ。獣王氏と天白氏が納得するよう圧力をかけ、彼らはタンフーに脱輪の術を強制的に執行した。だが彼らはその途中である瑕疵を残した。長老は獣王氏の目をごまかせると思ったのだろうが、岩の物言う世の中だ。おお、君の友人たちがレギオンの連中と戦っているね。急ぐぞ、早く加勢してやらないと。即戦、私に続け。雷帝よ、そこへ。ついてないね。リュウ大事、即戦即決で行こう。使うつもりはなかった。天候の荒れ、さあ飲め。好きだらけだ。すっ、この力が騒いでいる。天候の荒波、陛下に慈悲なし。うちの出番、逃がさない。天候の荒波、さあ飲め。軽減、やっと来ましたか。すまないすまない、ご苦労だったフゲン殿。新作譜の先方はもう読んである。元老の計画については。剣木です。一番の異様はあそこにあります。絶滅大君である元老が用いる手段は、物事を内部から自戒させるものだと聞きます。きっと奴は剣木を操って儒家の力を撒き散らそうとしているに違いありません。ラフを不死の忌み物が横行する地獄にしようと企んでいるのでしょう。うん、状況は大方把握した。列車の諸君、
喜んでくれると思い、ある人物を連れてきた。ぜひ会ってくれ。頭のそれって角どうなってんの？話すと長くなる。だが俺で間違いない。じゃあつまり本当に何らかの力を隠してたってこと？さて、雑談はここまでにしよう。列車がラフに着いた時、君たちは性格の問題を処理するためだと言っていたね。だがあの時の私は性格ハンターに別の企みがあるのを恐れ、君たちの提案に乗らなかった。結局性格ハンターが何かを企んでいたのは事実だ。しかしその企みは諸君をここへ誘導し、わざと事態を拡大させて泉州と列車を協力させることであった。今では諸君の誠意を疑う余地もない。シャイの言葉では足りないほど感謝している。もしこれ以上何かを望めば厚かましいと言われるだろう。だが普賢殿が言った通り、元老の登場で事態は制御不可能な状態に陥った。ラフの将軍としてやむを得ず炭鉱殿の力をお借りしたい。どうか諸君にも全面的にご協力いただけないだろうか。ラフの危機が性格と関係あろうがあるまいが、座視するつもりはない。だがこれは俺自身の意思だ。請求列車を代弁することはできない。探索、理解、構築、連携、列車組が全うする開拓の心情はこの4つのワードだ。しかし旅は険しく、これらを貫き通すのは極めて難しい。恐怖、基地、敵、死、これら旅の困難を乗り越えて歩んでいける七死人はごく少数だろう。前に進むにせよ離れるにせよ、七死人の目的地は自分自身で決めるべきだ。列車が次の目的地を決めるときに投じた一票みたいにな。あんたはどうする気？ありがとう、炭鉱殿。俺は七死人としてここに立っているわけではない。これまでの道のりも一人振り回され、とても自由とは言えなかった。だが寿命の末裔として俺はラフへの責任を全うしよう。よし、みんな最初に来た時と変わらず正義が何なのかを理解してるみたいだね。じゃあこれからどうすればいいの、将軍？妙案はない。これは一種の賭けだ。寿命族の長老がかけた中途半端な脱輪の術と、炭鉱殿がリュウソンの記憶を取り戻すことにかけるしかないだろう。リュウソン？剣木が定休の使命に切り分かたれても、儒家の王の呪いはかすかに残っていた。だからラフは不朽の末裔の力を借りて剣木の残骸を封印したんだ。そして制御することに成功した。古代リュウソンの指示のもと、寿命族は枯海の水を引き、林縁郷を水没させて剣木を収める容器にした。その創去と犠牲を記念するために、泉州同盟は林縁郷で剣竜大雨の火を立て、寿命の像を残したんだ。ふーん、
この彫像、なんだか炭鉱に似てるね。もしかしてこれ炭鉱の兄弟だったりして。少し似ているだけだよ。これは随分と昔の出来事だからね。強いて言えば歴代の竜尊は皆外見が似ているんだ。今の代を除いてね。現在の竜尊はただ襲名しただけの子供で、力を完全に受け継いだわけではない。炭鉱殿は知っているだろうか。炭風が亡くなり、ラフの寿命族にはもうこのことができる者はいない。かつて剣木を守っていた君ならば、私たちのために剣木へ至る道を開けるはずだ。すべて君に託したよ。うち本当にびっくりしたんだから。あんたがなんかやらかして将軍に捕まったかと思ってたんだよ。どうやって助けようか考えてたのに、まさか二人が知り合いだったなんてね。そういえばどうして急に列車から降りたの？あなたの安全が心配でした。あ、感動。でもこの子と幼児ちゃんがいるから心配いらないのに。それにほら、あっちこっちで手助けしてるから、うちら先週でヒーローになりかけてるんだよ。とにかくタンコ来てくれて本当によかったよ。ここに来て何か思い出したことはないかい？金星を解くんだ。その身が背負う力こそが剣木への道を開く鍵となる。陰月君の転生ね。炭鉱でしょ。お前の名前は聞いたことあるわ。なぜ追放された人々の名前が記録されるのでしょうか。お前の名は獣王氏が世間から抹消しただけだが、大木として私は知っている。ラフの古びた数々の事件も姫事も全部知っているの。万が一に備えてね。お前が雲上の御騎士として活躍していた頃、私はまだ生まれてもいなかった。かつての伝説をこの目で見られるなんて。続けて。影絵図とかで見た感じとあまり変わらないのね。寿命族の輪廻転生って本当に生まれ変われるの？来ると思っていたぞ。先週のことを話した時、君の目は悲しみに満ちていたからな。追放されたとはいえ、ラフは君の故郷だ。全然話せなくてごめんなさい。炭鉱、君は列車の一員だ。さっさとこの件を片付けて次の旅に出よう。何か聞きたいことはありますか？Thank you.
水の底にこれほどの建物が。寿命族の竜宮が林縁郷にあったと古書に記されていたけど、こういうことだったのね。出庫の乱が起きていた時、私は幸運にもこの奇景を自分の目で見ることができた。今は総会の変を経て宮殿は廃墟と化している。寿命族の聖地で剣木を封印したことについて、ラフは彼らに大きな借りを作った。フゲン殿。はい。ここに残って運気軍を率いて道を守ってくれ。他の邪魔が入らないようにしてほしい。軽減。将軍はお一人で元老に立ち向かうおつもりですか？一人ではない。友人たちが同行しているではないか。将軍様、我々も将軍様にお供します。我々も連れて行ってください。そうです将軍様、あまり力になれないかもしれませんが、運気軍にとって戦士を守るのは役命です。それを異教の旅人に任せてその背後に隠れているなどできません。どうか我々に先陣をお任せください。皆の気持ちはよくわかった。だがこの先にいるのは北条の忌み者ではなく、反物質レギオンの絶滅隊群だ。この道を通れば定休と人滅の対決となる。それよりも君たちにはもっと重要な役名があるんだ。運気軍よ、聞け。私が剣木に入り海が元の姿に戻ったら即座に撤退し動天を封鎖せよ。その後は大木の指示に全て従え。はっ。フゲン殿、もし私が帰ってこなかったら事の顛末を整理して他の選手に報告してほしい。帰って自分でやりなさいなどとは申しません。その目しかと受けたまわりました。少しだけ将軍に見えてきたよ。人間境で剣木を封じる、裏切り者め、何たる不敬じゃ。迷うたか。それで先週人の信頼を変えるとでも。盗賊でない限り心を通わせることなど永遠にできん。長老のおっしゃることはよく理解した。だが我は意を決した。変えるつもりはない。いいじゃろう。ならば竜士たちに告げ、お主の竜尊の名号と力を奪い取るまで。これは初めて剣木を鎮圧する使命を受け入れた竜尊。それ以来歴代の竜尊は剣竜太夫殿に戻り、古海の潮を引いて剣木の封印を固めてきた。思い出したのか。ああ、三僧を礼拝し逆茂木を彫金せよ。これで玄魂の奥深くにつながる道が開くはずだ。何それ、なぞなぞ。三僧を礼拝ってどういう意味？心配するな、俺についてこい。あれ何？竜？着いたか。ここが剣木の玄魂、北条の神の御業が宿る地。三僧を礼拝し逆茂木を彫金せよ。つまりここのことだ。竜の力を受けて玄魂に竜の形をした木のコブができている。
今最後の封印を解こう。準備はできているんだね。将軍だったか。あの悪者、やっぱりここでうちらを待ってた。ここまでだよ元老。恩人様も来ているのですね。焦らずとも身支度が終われば会いに行きますよ。薬王秘伝がうぬぼれるのもうなずける。この剣木は確かに生を作り出す力を持っている。諸君、くれぐれも気を抜かないように。炭鉱殿、私の背中は君に任せた。分かった。元老のやつ、何してるの？確かにその名に恥じぬ。これで何ができるか試してみるとしよう。そうだ、泉州に長命をもたらした力で壊滅を与えようではないか。元老め、剣木から奪った力を使っているようだ。諸君はあれら原価の対処、私が奴の肉体を撃とう。大事な大言を吐きよって、剣木が生み出したこの尊き体を撃つなど。わらわにとってこの場にいる全員が虫けらに等しいというのに。気をつけろ、なのか。排除する。代価を払ってもらう。ふっ、悪い子ね。おやすみ。さあ、逃げてみるがよい。鶴ごとき、切り落とせばよい。強がりよって。平気よ。この身こそ純子の矢尻。全ては壊滅を迎える。北条も純子も例外なくな。間に合ったよね。ほんの気持ちよ。気にしないで。助かった、ありがとう。騎兵の立ち切る。勝利を手にしたと思ったか、元老。まさかお主、不朽の竜の血族か。おお、今さら剣木を守る役目を果たそうと。
対処する。手の施しようがないわね。私たちを虫けらと言ったね。元老、虫けらとほぼ互角に戦っている君も絶滅大群の中では初めてなんじゃないか。それはつまり他の絶滅大群にも会ってみたいという意味か。残念だ。お主らにその機会は訪れない。いいや、その技はもう見飽きた。大事ない。死に際の虫けらが上がる次の演目ではお主らをボイドレンジャーに変えよう。壊滅の力に蝕まれナヌーク様の駒となるがよい。よし、決めた。この傲慢極まりない戦州の将軍からにしよう。将軍様をボイドレンジャーに変えたらラフで再び雷雨が起きるだろうか。そんな壊滅は実に楽しみだ。お主、だが失ったのはわらわが作った肉親でしかない。果たしてお主はいつまで持つだろうな。戦州が壊滅する日はすぐ訪れるぞ。さあ、壊滅の数秒やメギオンに次ぐ純種復讐は必ずや果たされる。ケイゲン、大丈夫？ああ、なんとかね。相変わらず息が合っているようだ。私たち。元老、恐ろしい敵であった。もし彼女が壊滅の力を私の体内に注ぎ込み、私をボイドレンジャーに変えようとしていなければ、勝敗はどうなっていたかわからないだろう。これも炭鉱殿のおかげだ。君の見事な一撃が私と緊密につながっていた。元老に重傷を負わせ、彼女と剣木の結びつきも断ち切ってくれたんだから。そういうことだったんだ。炭鉱が槍であんたを刺した時はびっくりしたんだから。元老はまだ生きてるのか。残念ながら壊滅の指令はそう簡単に滅びはしない。だがしばらくは元老の力も落ちたままとなり、剣木に再び手を出す心配もないはずだ。ただ性格の封印作業にはまだ時間がかかるだろうが。それらのことは不言堂に任すとしよう。私は眠気が。ちょっとケイゲン、目を開けて。こんなとこで寝たらダメだよ。ねえ、起きてってば。
もっと珍しい剣は見つかるかな。